こんにちは、こんばんは、です。今回はオセドルフェスタ2かな、ちょっと見ていきたいと思うんですが、今回はちょっとコロシアムやって音符コインガチャかな、ちょっと集めてガチャ引いていきたいと思います。ほんでちょっと見ていきたいんですが、オセドルフェスタセカンドかかな、はい、行きましょう。アイドルクロリス強いと思う、強いと思うんで、これは音符コインかな、ゲットできますよと。音符ハイコロシアムと、あと歌唱ミラクルステージなのかな、これやってないな。歌唱ミラクルステージはまだやっ、あ、途中までやったわ、途中までやって、最強イベントやってないかな。はい、こちらですね、オセドルフェスタ特別ミッションでクロリスのトーカー素材がゲットできるよと。そう、クロリスは進化のトーカーよくありますよって感じで、進化素材は逆転コインショップで交換可能で、透過素材は最強サクラ、 あったね、まだやってないんですけど、最強イベントね、サクラと音符コインガチャで引くキャラが透過素材になると。なるほどなるほど。でイベントコインガチャにおまけとしてついてくる投票券を集める、投票券で好きなアイドルに投票して投票タートルで、投票券を投票タートルと交換することで好きなアイドルに投票することができるぞ。あー、なるほどね、これ得点があるよってことね。はい、あとかなり自分が使ってた暗黒のコスト15のリーダーの子かな、アークワンとか持ってない方はいいと思うので、音符コインを300枚消費するとかなりがもらえるといいね。はい、ってことで、でこっちもガチャがあると、コロシアム1の最強イベント1回やりますか、勝っても負けてもちょっと1回ちょっと見てみようみたいな感じでちょっとやってみましょう。本当に久しぶりの初日ではないわ、初見のプレイでいきましょうか、最強イベントで。さくらはどんな感じだったっけ、さくらってキャラでガチャで出てくる、そうやったらこうそこからねイメージすることができると思うけど、暗黒竜で行ってみるか、でも暗黒って感じじゃないもんね。これで行って見ちゃいますか、強さだし。でデバフやばかったら辛いんだけど、フェリアで、フレンドさんフェリアで行きましょう。でもこれはオセロニアの音楽なんで流して大丈夫でしょ。すごいノリノリじゃない？ラララララ、今ちょっと高い声出すとね、裏返りそうなのでちょっとね、力を示す懸命に前例に、右下がバフだよね。お、ささやきバフ、左上が祈りぞ、おお、結構火力増し増しですね。これさ、あれじゃない、角バフじゃない、だってこれって角、そうだよね、角っこを置ける状態になるから、怖いな、このコンボスキルはないのか。 OK、 で右下あそこか、なるほど。あ、それ痛いやつ、あ、痛いね、あ、痛いわ、コンボスキル、嘘、痛いじゃん。大丈夫、倒すべき敵は見えてる、見えてる、大丈夫。これ2ターンバフなんだ、割と痛くないですかこれ。回復したいんだけど、こっちってやるか、
オッケー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 。なるほどね、火力、うん、火力バシバシね、それ痛いわ。礼儀を教えてやるかな。回復します、めっちゃ回復する。ここでちょっと回復入れてあげて、オッケー、食らった分回復ね。で、アラク、これ火力マシマシすぎない？ちょっと痛、怖いなこれ。これ倒しておきましょうか。これ倒してあげて、でちょっと回復 20% 回復かな、2000ぐらい。オッケーオッケーオッケー。まあ、竜でゴリゴリいけるんだったらそれが一番いいよね。速攻竜とかね。でも角バフで楽しそう。あーでもここ分からんぞ。右下が右下じゃない、右が竜印かな。はい、呪いは無理ですよと。で左が角バフ、角バフじゃないのかな。怖いけ、3万あるんだ HP。 エルピスが出てきましたのでこんな感じですね。なるほど、うん、こういってあげるか。貫通してあげて、で回復も入れると。今のところこのパーティーでも全然大丈夫。エリプスのコンボスキルは痛いね。オッケーオッケー。アリス、アリスだよね、そうだよね。でも貫通がいるんでデバフも食らってますね。 20% ってことでコンボゴリゴリしてあげて、ナイスーって感じだね。ナイスー、いけるね。まあ竜だったら今みたいな貫通が欲しい感じかな。あ、クロリス、クロリス投下、でも投下させるためにこの子必要か。 OK、 ありがとうございます。綺麗な絵だなこれ。ポチ、あーこの子か、この子か。オッケーオッケー。はい、では早速ガチャの方いきたいと思います。コロシアム言ってもいいんだけど、ちょっと時間がね結構16分とか7分とかおそらくなりそうな気がするので、ガチャで終わりにしたいと思います。こっち、まあ、10分から12、3分ぐらいなのがね理想なんだけどね。あー、クイナ欲しいんだよなこれ。クイナ欲しいんだよ。クイナ可愛いからそう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 、吸収としていいよねってのもあるけど、今のクイナがあれかな、盤面の相手のコマ数に応じて吸収が増えるとかだったような気がしますね。うん、ちょっと待ってね。あ、この人もアイドルです。ちょっと待って、そういえばキャラ見てなかった。ちょっとここ見ましょう。これか、ここかな。セス、セスっつったらちょっとクラロワになっちゃう。これクラロワになっちゃう。セスはもうささやき強いやつね。クイナ、これクイナだけちょっと聞こう。ツネさんたちモフモフですし、アイドルに向いてると思うんです。それに歌うのも上手いんですよ。さあ一緒に歌いましょう。ちょっと大人なクイナって感じだね。相手のキャラゴマは1枚につき最大 1% で、 4.5% ってことだね。最大 HP の 1% 吸収で 4.5% で、コンボスキルが1300と吸収吸収、まあ、さすがクイナって感じだね。 4.5% だからまあ仮にちょっと簡単だけど2000とすると
あ、2000だったらそんなにいかないか。 1% で2000じゃない、2万ね、2万だと200の800、900か。なるほどね。まあでももうちょっと高いと思うから、竜相手だとあれかもしれないけど、もういい吸収になるんじゃないのかな。あとバフとかね、吸収のバフとかかければ、こんな感じ。あ、これも呪いか、貫通。呪いのね、貫通ってね結構大事。1枚以上呪いで2倍で 50% 回復、貫通。2枚以上コンボつけるから、2枚以上呪いの時に発動 1.3倍、最低 1.9 倍のささやき。ああ、あ、強いわ。あ、これ強いわ。うん、強い、この子強い。ダイドル、ウンディーね。ウンディーネはね強いんだ。 そう、エンデがこれ15万以下ってちょっとあれかもしれないけど、ただ歌うだけでみんな楽しそうだ。僕はそうだね、歌うのは楽しいよ。早番っていうか、早く来ちゃったっていうエンデがで許されるエンデがだね、これね。かっこいいね。これはみんな持っておきましょう、かっこいいんで。はい、ってことでカカちゃんに移りまして、なるほどね、なるほどね。ちょっと引きなさいと引きなさいと、わかりました。サービス分引きましょう。今ねかけらが溜まってるので、サービス分だけちょっといっちゃいましょう。 OK、ちょっとね、パンパンになっちゃうんで、うん、B なんだけどね、2回連続。オプコインのガチャ充電して、で、ありがとう、フォロギス、フィロギスか。して、こっちかな、こっち、充電、引いて終わりにしたいと思います。ってことで、オプコインガチャ、とりあえず、1回、たしなんでみましょう。なるほどね。まあでもね、もっと貯めていきたいんで、そう、単発でもいくけどね、貯めて300って見たことあったかな。300貯めよう、頑張ろう。オッケー、ありがとうクロリス。はい、ということで今回はちょっとね、オセドルフェスタセカンドのイベントちょっと遊んでみてということで、とりあえず音符コインを集めてっていう、このガチャを引くという感じなのかな。コロシアムで集めるのもよし、コロシアムちょっとめんどくせえな、たまに好きじゃねえなっていう人はイベントで集めるのもよし。まあコロシアムの方が一周した時にもらえる量はね、200とか300もあったかな、多いけど、まあお互いで両方ともね集める方法はありますのでって感じかな。はい、ってことで最後、オセドルフェスタ、オセドルセカンドフェスタガチャ、シングマップ、行って終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そして、チャンネル登録、トロ登録よろしくお願いします。では、まあ、行きましょう。オセオセオセロニアね。あ、そういえば、ニューイを使いたいというのはあるんですけど、それ、ちょっとね、もうちょっと後で行きましょう。Go。 オーケー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 
映画も。おお、あれ今回の子だっけこれ。なるほど、なるほど。そしてあ、もらえるもらえる、3、3、3、3、3、3、3、3、お、まあまあまあ。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。